こんにちは、兄です。今日はソフビライダー列伝の第2弾を見ていきたいと思います。スーパーソフビタイム。はい、食玩ソフビの新シリーズ、ソフビライダー列伝なんですけども、ついに第2弾が発売されました。お値段は380円ぐらいで、箱に入っていないで、そのままの状態で店頭に並んでおります。なので、こういった感じでね、タグに、こうお菓子がぶら下がっているような感じなんですけども、ここにラインナップとかも書いてありますね。ラインナップは仮面ライダーエグゼイドロボットアクションゲーマー、仮面ライダーゲーマーアクションゲーマー、仮面ライダーレーザーチャンバラバイクゲーマーの全3種類になっていて、この中にねラムネが入っているんですね。ちょっとラムネ出してみましょう。よっと、はい、あ、いつものねクローバー型のラムネですね。はい、でそうですね、第1弾はこのエグゼイド、はい、ブレイブ、スナイプが販売されたので、まあ、今回の第2弾と合わせると一応主要キャラクターはね大体揃うような感じになってきます。うん、ではタグを外してね全部ゆっくり見ていきましょう。はい、まずは仮面ライダーエグゼイドロボットアクションゲーマーでございます。いかがでしょうか。左手がねでっかくなっていて、ここら辺ねかっこいいですね。でぐるっと見ていくとこのような感じで、ちゃんと背中の部分もねこのしょいこみたいなやつがね造形されてますね。はい、で塗装に関しては後ろはもう何もないです。本当に皆無ですね。塗装は表のみになっております。でエグゼイドと並べるとこのような感じで、まあ身長は変わらないですね。同じサイズになっております。ただ色味がねちょっと違うっていうか、第1弾のエグゼイドの方がピンクが明るいんですけども、今回のねロボットゲーマーの方がちょっと濃いめな感じになってますね。うん、下半身とかの作りは一緒なんですけども、ちゃんとガシャッと2本刺さってますね。これちょっと後でアップで見ていきましょう。うん、すごく細かいところまでちゃんと作ってますね。流用してるのかなと思いきや、あ、でもあれですね、ここのしょいこの部分があるから流用できないんですね。なるほど。で可動部分に関しては手がねこう動かすことができて、あと首はダメですね。胴体もダメですね。このしょいこの関係のせいか、接着されてるような感じでね回すことができないです。なのでタグを外した時のこの残ったピンみたいなやつね、あれを取るのは手を抜かないとダメなんですね。普段胴を外してこう中から抜いちゃうんですけど、これ胴が外れないタイプになっております。じゃあ細かくアップで見ていきましょう。はい、上半身はこのような感じになっております。いかがでしょうか。すごいねお顔が可愛くてよくできてますね。レベルアップライダーシリーズはここの胸のアーマーのところにマスクがついているので、どうしてもねお顔にフィットしないんですけども、まあ、ソフビはそういったね制約ないので、きっちりとねお顔にくっついた状態で造形されていて、かなりいい感じでございます。あとガンダムみたいなねこのアンテナとかもちゃんとしっかり造形されていて、塗装も入っております。いや、いいですね。で、まあ、体の部分ですね。ここら辺も結構しっかりね、塗装されていて、まあ、いつものね、貧乏ちゃま仕様はね、健在なんですけども、まあ、横見るとこんな感じで、塗装はね、この前のみになっております。腕が黒成形で、ピンク赤ね、ここら辺を塗装して、まあ、前となじませるみたいな感じですね。で、背面の方を見ていくと、このような感じで、潔いぐらいに何も塗装されておりません。造形はね、でもしっかりされていて、まあ、レベル1の顔であったりとか、ロボットゲーマーのね、お顔の部分とかね、そういったものはちゃんとくっついております。で、ここは劇中にしっかり沿ったような感じで、薄めにね、出来上がっていって、ロボットゲーマーのお顔まではちゃんとはできてないですね。まあ、多分劇中のものもここはね、ロボットゲーマーのお顔ないんじゃないかな。レベルアップライダーシリーズはね、ギミックの関係上、ここにね、顔がしっかり残っているという、多分そういった仕様だと思います。で、背面全部ないって言ったんですけど、嘘ですね。ここ手塗ってますね。手が一周ぐるっとこう塗装されているような感じになっております。はい、で反対側の側面このような感じで、まあここはね特に色入ってなくて正面に戻るという感じでございます。塗装はね後ろはないんですけども、前の部分はねかなりいろいろ塗ってあるので、うん、結構ね手間はかかってるソフビだと思います。で、まあ胸周りじゃないや腰周りですね、腰周りはこのような感じになって
ていて、まあ、ゲーマードライバーにはちゃんとガシャッと2本刺さった仕様になっております。ノーマルのエグゼイドと比べるとこんな感じですね、うん、こっち側はねやっぱり1本しか刺さってなくて、ここの部分ねちょっと厚みがあるので2本刺さってる感じに見えますね。はい、で横の部分は決め技スロットがちゃんと造形されていて、下半身のここら辺の部分は前回のエグゼイドと全く一緒なね感じで、もう本当ガシャッとがね刺さってるかどうかとかそういった感じな違いですかね、うん、ラインもしっかりついていて、でここら辺もね黒く塗装されております。ここの下半身の部分もピンクの成型色ですね。で緑色とか銀色がねちょっと省略されているので、そこら辺でねちょっと寂しさはあるんですけども、まあしょうがないでしょうね。上の部分これだけ頑張っていれば下の部分はねそこまで手が回らないっていうのもわからないでもないです。はい、では次行きましょう。はい、次は仮面ライダーゲームアクションゲーマーでございます。いかがでしょうか。エグゼイドと形は全く一緒で色が違うだけなんですけども、やっぱりこの人はねめちゃくちゃかっこいいですね。で背面の方はこのような感じになっていて、まあね貧乏ちゃま仕様で、ほぼほぼ真っ黒な感じだね状態でございます。ではアップで見ていきましょう。まずは上半身からいきましょう。いかがでしょうか。お顔の部分ねすごいよくできていて、このサイズながらちゃんとね目のラインね細かく入っていて、エグゼイドの違いね表現できてますね。で胸の部分ガンメタで塗装されていて、肩の部分は紫色、ちょっと赤っぽい感じの紫色で塗装されております。でこの部分は半分で切れることなくね後ろまで来ているので違和感はないですね。で背面はまあね例のごとく貧乏ちゃま仕様なので、まあ特に塗装はないです。はい、省略に関してはここの腕のラインとかが省略だと思うんですけども、ただゲームは基本的にその色合いがみんな暗い色なので、省略されていても気がつかないっていうか、うん、全然違和感なく見れるんじゃないかなと思います。で、まあ体のね正面の部分はこの紫色のラインがしっかりとね上半身から下半身に伸びていて、ゲーマードライバーね塗装されております。横にはちゃんとね決め技スロットもついていて、で足の部分確かここは紫色が本来なら入るはずなんですけども、ここは省略ですね。でエグゼイドはねここの部分銀色に塗装なんですけども、ゲームは確か入ってなかったはずなので、だから本当にその省略っていうのはあんまり感じず、劇中そのまんまなね姿に見えますね。で足先の部分ねメタリックな紫がちゃんと綺麗にね一周入っております。最後は仮面ライダーレーザーチャンバラバイクゲーマーでございます。でこの人はですね今回の頑張った対象なんじゃないでしょうか。すごくね作るの難しかったと思うんですよね。お金かければねちゃんとしたものを作れるんですけど、やっぱり食玩っていうねそのコストの枠の中で作るってなるとこれが限界なんだと思います。まあ若干ねもっさく見えたりとか、ちょっとこうね黄色が少なくてねみたいな感じに思う人いるかもしれないんですけども、でもそこまでやるとね、もう絶対収まらないんだと思います。で、マニアックな話になるんですけども、どこがその難しいかっていうと、造形するにあたって、ハンドル周りとかね、こうちょっと突起物が多いので、そういったところでまず難しいっていうのと、あと塗装に関しては、黄色と黒のバランスが半々ぐらいで、どっちを取るかっていうところも、すごく難しかったと思うんですね。で、まあ、黄色成形にして黒塗装っていう作戦もあるんですけども、もしかしたら発色のことを考えて、まあ、黒成形で全部押してったのかなっていう気もしないでもないですね。黄色に黒を塗ったりとか、あと黄色に金色を塗るっていうのはちょっとなんか発色が悪くなりそうな気がしないでもないんですよね。まあそんなわけで、まあねこういう形に仕上がったんじゃないかなと思います。まあそれでもかなりまとまってるので僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、で後ろの方見ていくとね、まあやっぱり貧乏ちゃま仕様なので真っ黒クロスケになっております。はい、それではね細かく見ていきましょう。まずは上半身です。お顔はねかなり特徴を捉えていて、しっかりね塗装されていてよくできていると思います。で横の方を見ていくとこのような感じなんですけども、ハンドルの部分ねここは本当はこの辺からピュッと出てくるんですけども、まあちょっとそれは造形できないというところでこういったね感じになっております。でもねここまでねやるのはすごいですよ。で背面このような感じになっています。うん、ちゃんとねお顔っていうかバイクのね先っぽの方がね造形されてますね。
はい、で、正面に戻っていくとこのような感じで、本来ならばここら辺もね黄色く塗装なんですけども、ちょっとそこまではね手が回らなかったっていうところでしょうか。肩口のここら辺も金色が入るんですけども、金色ね省略ですね。でボディの部分ね、まあ、黒の成型色に黄色を塗っているんですけども、ここはねすごい色鮮やかで綺麗ですね。はい、でまあどうしてもねこう貧乏ちゃま仕様なので、ここでずっと切れていくような感じになっております。で、あと、まあ、手の先の方ね、金色の塗装が入っていて、ここら辺はね、やっぱ黒ベースになっているので、金の発色がすごい綺麗ですね。で、下半身の方は、前だれのね、この辺とかはちゃんと造形されていて、まあ、目の部分確か赤い色が入ってたと思うので、自分で塗装できる人はね、ここら辺ね、こうピッと塗るだけでも、すごい雰囲気変わるんじゃないかなと思います。で、サイドのね、部分このような感じで、まあ、黄色ね、もうちょっと伸びててくれてもいいかなっていう気はするんですけども、まあ、ここのね、半分で切れてるような感じでございます。そして、下の方ね、がっちりした足もしっかり造形されていて、ここら辺ね、かっこいいですね。どうしても、そのエグゼイドたちみたいにね、こう、細い、かっこいい足っていうか、その、しなやかな足ではないので、こうドーンとした感じになっちゃってるんですけども、でもここら辺ね、あ、ちゃんと手もあるんだね、ちゃんとした造形ね入ってますね、うん、よくできてると思います。はい、食玩ソフビライダー列伝第2弾を見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。今回のラインナップで劇中のキャラクターがほぼ出揃ったので、かなりね楽しく遊べるようになったんじゃないでしょうか。で、気になるのはこの後どういった感じでねラインナップされるかっていうところなんですけども、レベル3レベル5ねどんどん発売してほしいところでございます。またね販売されましたらレビューの方作っていきますので遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。